おはようございます。ジャン君、ポンちゃん。ジャン君はさっきまで布団の方に来て甘えてましたが、日が出てきたのでやっとここへ集まったのね。このところ仕事が忙しくて動画をなかなか撮れないというのが続いていましたが、少しウェイトを下げて、できるように、それとちょっとね、血圧がやばいぐらい上がってたので、昨日病院に行って3日ぐらい薬、ない状態が続いたかな。それとまあ仕事のせいもあって、薬を飲んでいますので、それでも今150ぐらい、ちょっと切るぐらいかな。まあ、続けて飲むとね、一旦は120ぐらいまで行ってたので、散歩もちゃんとできるようにして、散歩は1週間くらい行けなかったし、まあ何から何までがちょっと血圧には悪い状態だったので。でも散歩に行ってても、あったじゃん。まあだから薬をちゃんと飲んで散歩に行って穏やかに平和に生活してればね、大丈夫ですよ。結露吹きたい。おい、こんなです。すごいです。こんな状態です。ポンちゃん、座布団3枚。面白いことを言ったご褒美ですか。ポンちゃんにとってはこのふかふかのクッションの積み上げたやつの上にふかふかのこの毛布が乗っているのが好きなようですね。おやすみ。